どうも、かっちゃんです。ということで今日はテントウムシダマシについて説明していきたいと思います。3月か4月の動画でテントウムシダマシについて説明した動画もあるので、ぜひそちらもご覧ください。今日説明するテントウムシダマシっていう虫はテントウムシとは違う虫となっています。何が違うのかというと、草食と肉食に分かれてるからです。テントウムシは肉食で、テントウムシダマシは草食で、ナスの葉っぱをすごい勢いで食害します。7月入ってからはこのテントウムシダマシに注意してほしいんですけど、7月の今の時期、中旬から後半にかけて大量発生する害虫なので気をつけてください。今の時期はテントウムシダマシの幼虫も発生してしまって、その幼虫たちが葉っぱや実をたくさん食べる時期です。そのために今から言う予防対策をしっかりとやっていきましょう。テントウムシダマシの被害を抑えるための対策について詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。9月までにチャンネル登録5万人目指しているので、まだしてない方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで、僕の家でもテントウムシダマシが発生しているので、そちらをご覧ください。まずここにテントウムシダマシの食害の跡があります。で、本当に、テントウムシダマシっていうのはこんな感じで特徴的な食べ跡をつけます。成虫はこのように葉っぱの表面をよく食べるんですけど、幼虫はこの裏側の面をよく食べるので、こことかちょっとやられてるんで、この表面が大丈夫だと思っても幼虫はこの裏とかによく潜んでいるので、しっかりと葉の裏も確認するようにしましょう。で、テントウムシダマシ見つけました。この隣に今ガジガジ食べてます。こんな感じで、この食べた跡っていうのは本当に特徴的な食べ跡を残します。こいつらはこういうのは本当見つけたらすぐに駆除するようにしましょう。で、この葉っぱの裏も見てみましょう。はい、なんか仕込みみたいな感じで裏にもちゃんといました。なんでこういうやつはもう見つけたらすぐに駆除してください。で、この1匹2匹いたら周りにも、いないか確認するようにしましょう。で、ちょっと今年はテントウムシダマシ結構発生してくる年だなって思ってます。っていうのも、なんか僕の家でも少しずつちょっと被害が拡大してるんで、この前ちゃんと消毒しましたね。ですけどやっぱりまだ完全には取り切れてないので、こんな感じでここもやられちゃってます、ね、あとはこれはテントウムシダマシではないんですけど、なんか他の害虫に食べられた葉っぱの跡ですね。これはなんかコガネムシみたいな、なんかちっちゃい虫がいるんですけど、多分そいつだと思います。このテントウムシダマシっていう虫はナスの葉っぱだけでなく、この実も食べるようになります。これはまあ食べられてる実がないんですけど、実もこの葉っぱと同じようにこのような食べ跡を残すので、すぐにわかると思います。ちょっとでもやられてるやつがないですね、僕ん家では。はい、今見てもらった通り、僕の家でもしっかりとテントウムシダマシにやられてる葉っぱがありました。で、実については今見つけられなかったので、こんな感じで写真で差し込んどきます。で、このように実を食べられてしまっても、人間が食べる分には全然問題ありません。そのかじられてるところを包丁でこそぎ取っていただければ普通にナスとして食べれます。見た目はもう傷ついてるので、農家とかで育ててる方はこちら捨てたり、もう捨てたりするか、自家消費するかどちらかになるんですけど、家庭菜園などで育ててる方は自家消費だと思うので、こういうところだけを切り取って、それ以外の部分を食べるようにしましょう。ほんとこれから8月にかけてテントウムシダマシの発生のピークが来ます。なので、消毒など予防対策を何もしていない方は、もしかしたら全ての葉っぱをさっき紹介したのと同じぐらいな感じで食べられてしまうかもしれません。これを今から予防しておくことで、秋ナスまでしっかりと収穫ができるようになります。せっかくナスを育てているなら、大きくて綺麗なものを取りたいと思うはずです。小さいうちからテントウムシダマシの被害に遭ってしまえば、ナスが成長するとともにその傷もどんどんと大きくなっていきます。見た目もあんまり良くなくて、あんまり食べたくないなって思ってしまう方もいるので、ぜひこの後紹介する予防対策をするようにしましょう。テントウムシダマシ対策を2つ紹介していきます。1つ目は卵まで駆除、2つ目は消毒です。それぞれ詳しく説明していきます。特にこの時期、7月の中旬はテントウムシダマシの産卵の時期になるので、気をつけるようにしましょう。テントウムシダマシっていうのはこんな感じで葉っぱに卵を産みつけます。ここで何も対策しないで放置してしまうと、そこから大量に幼虫が生まれてしまって、葉っぱとか実に
被害が及ぶようになります。まず産卵させないで駆除することと、卵を見つけてしまった場合にはすぐに潰して駆除するようにしましょう。幼虫が生まれてしまうと駆除するのがとても難しくなります。というのもテントウムシダマシは1回の産卵で30から40個卵を見つけます。なのでこいつらを駆除しないでそのまま放置してしまうと、3から40匹ぐらいのテントウムシダマシの幼虫が一気に葉っぱとか実を食い荒らすようになってしまいます。で本当に1箇所だけに卵を産むんだったらいいんですけど、多分数箇所に産んでると思うので一気に100匹とか200匹生まれてきたりもします。なのでこの卵を見つけたらすぐに潰して駆除するようにしましょう。駆除の仕方、葉っぱをもう摘んでしまってそれを地面の上に置いてその上から足で踏み潰したり、あとは駆除したまんま他の場所にゴミ置き場とかがある人はそこにポイって捨ててしまうかもしれないんですけど、そうすると駆除したことになってなくてただ移動させただけなので、そこからテントウムシダマシの幼虫が帰ってしまって成虫がまたこっちのナスにいっぱい来てとても大きな被害を与えたりするので絶対に潰すようにしてください。なのでテントウムシダマシは成虫と幼虫と卵見つけたら全て駆除するようにしてください。2つ目は消毒です。僕の家なんかでは虎鉄なんかを使っています。他にはアクセルだったりアディオン、スミチオンやダントツ、トレボン、モスピランなど様々な農薬があります。これらの農薬はそれぞれ作物によって登録内容が異なるので使用する際は注意して使用してみましょう。あと同じ農薬を複数回使う場合は気をつけてください。害虫にも耐性ができてしまうことがあるので一度使った農薬は連続して使わないようにしましょう。皆さんの場合はテントウムシダマシに効くスプレーなどがホームセンターなどで売ってると思うのでそちらを探してみてください。確かベニカ X かなんかがテントウムシダマシに効いたような気がするのでホームセンターなどに行ったらそちらを探してみてください。この消毒をしておくことでテントウムシダマシっていうのを寄りつかない環境にすることができるのでぜひ皆さん試してみるようにしましょう。僕の家でも定期的に消毒をするようにしたいんですけどちょっと手が回らなかったりしてちょっと消毒のタイミングが遅れてしまいました。なので今回このような形でナスにテントウムシダマシの被害が少し増えたのだと思います。まあ定期的に消毒をしてあげることによってテントウムシダマシを寄りつかない環境にさせてあげるっていうのが一番重要だと思うので皆さんぜひ試してみてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。